録画でね、録画だけどノーカットノー編集だからね。ノーカットなんあ、ですノーね。カットノー編集でもう一本撮りでそのまま生で出していくから、かしこまりました。本当に社名とか、そういう、こう特定、個人と会社が特定されるようなワードは使わずに、ただ、その業界、どういう業界かっていうことと仕事の内容を詳しく話してもらうっていう、そういう、やり方で、基本的には、学生が、就職活動する学生が、実際これ働いてる人なんかも、そのうちなんか役に立つかもしれないけど、いろんな業界のいろんな会社のいろんな仕事の、中身のリアルをね、ネットとかでは調べられないから、結そう局、ですね。ね、御社にしても、その御社の仕事の内容って、例えばその、採用ページとかね、そういうところで、学生用になんかこう、作ったりとかするけど、もう、そんな、こう、あんなんじゃわかんないよね。だって今、実際自分がやってる仕事考えたら。全然わからない全です然ね。わかんないよね。だから、実際問題、やっぱね、入って自分がやる仕事の内容を、もっとこう、リアリティのあるね、ディテールを、詳しく、聞いていこうっていう、そういう、動画なんだよね。なんで、結構、生々しいこととかも全然言ってもらっていい。とにかく会社と個人がわからないように喋ってくださいということだね。かしこまりました。そうですね。そこが分からなければ、多分何言っても何大言っ丈たって構わないからね。もうだってもう過去の動画でもうなんか社長になんか嫌われてクビにされたとか、結構ひどいこと言ってるからね。今、社会人何年目になるの？5年目が終わろうとしています。あ、5年目が終わろうとしてる。もう4月から6年目になる。6年目になります。ああ、早いね。1号卒ってこと？ 1 号卒だよね。1号？違います。あ、違う17か。です。17か。17でもうそうなるのか。17でそうなるか。えつこそれプラス4ってこと？そう、ちょっと足し算え、が できないちょっと待って、お前、社会人10年目になるの、4月から。何ですか？やばいね、お前、ほんと、やばいね。10年目、やばいね。ちょっと、これ、悦子の10年目やばいねっていう話しだしたら、それで1本必要だから、ちょっとそうですもう、ね。ね、それはちょっとすいません。ちょっとなしにしよう。そうか。で、基本的には、業界としては小売りというふうに言っていいのかな。そうですね。会社としては小売業の会社になりそうまだすよね。ね。会社としては小売業の会社だよね。日本中の人が知ってると言っていいだろうね。そうです名ね。前ありはが知たっいこてとるでよす。ね。日本中にあるってわけじゃないけどね。そうですね。日本中にはないですけど、名前は知ってるわそうでな。すね。ある程度は知っていただいてるんじゃないかなと、と思うね。思いますね。で、その、小売業の会社に入って、あなたは まずは最初店舗から始まったんだよね。そうなんです。そうだよね。弊社は、みんな、最初は店舗に配属されるので、だよね。で、店舗で何年いたんでしたっけ？店舗では丸2年おりました。丸2年。2年、何店っていうのはちょっと聞かないでおきますね。それあんまりね、特定されていくと、だいたいあれかなとか思ってくるからね。丸2年店舗で働きました。で、その後、どうなったんでしたっけ？その後は、本社の方に部署移動したわけですけども、それが小売業とは全く関係ない部署に移動になりました。なるほど。具体的に、具体的にというか、簡単に言うとどういう仕事をしてるんですか、その移動した先では。もう B2C の仕事から B2B の仕事になりまして、企業だったり自治体だったり、法人向けの営業職
になりまして。なるほど。はい。それで今、はい、丸仕事の内容としては、あ、はい、丸3年、3年経ったってことか。はい。ははは。じゃあね、じゃあね、まず2年やってた小売りのところ、まあ売り場で働いた時の仕事、はい、うん、について、まあ業務簡単におっしゃっていただいてね。はい。その中で、そのやっぱり名前呼びそうになった今。その中で。その簡単に業務を教えてもらって、その中でなんか面白いなって、自分的に面白いなと思ってた部分についてちょっと詳しく教えてもらえます？あ、分かりました。はい。まず私は、ですね、まあ全然言ってもいいと思うんですけど、まあ、うん、配属されて一番最初からもうあなたはここの担当ですね、うん、っていうふうに仕事をもらいました。うん。それが、旅行用品とか売ってたんですよ。うん。うん、うん。スーツケース。はいはい。買ったことある、買ったことある。はい。実際バッグ売っていて、はい。で、もう本当に最初なので、うん、ほとんどアルバイトと同じ仕事です、うん。まず仕事を覚え、基本業務を覚えるというところで、うん、品出ししたり、うん、発注したり、うん、納品受け取ったり、うん、レジ打ったり、うん、お客様案内したり。もう本当にアルバイトができるような仕事を、そうですね、3ヶ月くらいはずっとやっていましたね。なるほど。取ったり注文を受けたり、はい。うん。本当お店屋さんっていう感じでやっていました。3ヶ月経ったらちょっと何か変わってきたの？そうですね、もともと3ヶ月で基本業務を覚えて、あとは社員の仕事をしていくっていうのは事前には言われてたんですけど、うん、やっぱりやっていた実感としても、3、4ヶ月目くらいに、うん、ある程度は聞かずに、一人で基本業務完結できるようになってきて、うん、次からはそのチームとかフロアのスタッフ、うん、アルバイトさんだったり、パートナー社員さんを、見ていく仕事、あとは売り上げとか数字を見ていく仕事が徐々に増えていったかな。あ、なるほど。そのアルバイト、学生のアルバイトでもやってるような、まあ、業務3ヶ月ぐらいやって、その後社員の仕事をやってもらいますとさっき言ったのは、言い換えるとその働いている人を見る、売上の数字を見る、はい、っていうふうに置き換えられるってことか。はい、そうですね。ああ、なるほど。具体的にどういうことなの？その人を見ると数字を見るってどんな仕事するの？そうですね。一番最初にやっていたのは、うん、まあ、朝から晩までお店は営業しているのでシフト制でこう社員もバイトも働いてるんですけど、うん、その人たちの、まあ、シフトを作るところから始まり、うん、営業中だったら、ちゃんと、まあ、シフトの中にも1日8時間もって働くのではなくて、何時から何時は何やる、何時から何時は何やる、細かく1時間単位で決まっているんですけど、へー、それが、はい、ちゃんと計画通りに動けているかとか、はいはいはい、どこに遅れがないかとか、はいはいはい、誰をどこにこうフォローに入ってもらうような指示をするとか、はあ、そういったところですね最初は、はい、あ、そんな細かく決まってるんだね、シフトの中でも。そうなんですよ。 1時間おきに、うん、例えばフロアを徘徊、うん、徘徊って言ったらあれまあ老人みたいだよねラウンドしてお客様の接客をメインにする時間だとか、うん、レジにずっと張り付いて対応する時間、はい、はあ、はい。